2メートル。電光掲示板をご覧ください。終了いたしました男子円盤投げ決勝の結果、一等都の城泉ヶ丘宮崎、徳留くん都の城泉ヶ丘宮崎、記録41メートル99。二等平くん久米島沖縄41メートル33。三等湯野上くん鹿児島商業鹿児島40メートル19。四等伊藤君宮崎工業宮崎39メートル01。五等山石君熊本工業熊本38メートル16。六等田中君鹿児島南鹿児島37メートル38。七等浦浜くん玉名高校熊本37メートル04。八等松田くん小川工業熊本36メートル51。以下の記録につきましては電光掲示板をご覧ください。結果を出して110。男子 110m ハードル準決勝第1組の結果、1着岩切君国府中央15秒14、2着赤池君熊本中央15秒39、3着中満君竹岡台15秒60、4着丹羽君九州学院15秒62。以下の結果につきましては電光掲示板をご覧ください。電光掲示板には男子 110m ハードル準決勝の第2組の選手が表示をしてあります。